工藤ちゃんです。21歳です。あんまり年齢は言いたくありませんが21歳です。東京で生まれてます。とてもあの緩い環境の中育ってきた草山ですね。そうですね、すごい浸透してるんですよ今ここ。すごい緊張しないですけど変な感じですよね。強いて言えば歌を歌ったり曲を作ったりしてます。強いて言えばくらいの活動頻度ですね。大森聖子さんっていう人がすごいすごい、どうしようそこにいるんですけどすごいすごい好きです、好きです。はい、あ、そうですね、あんまり、あ、普通の人ですね。なんか、はい、普通の人です。すごい普通の人です。あの、はい、どうしましょうかね。なんかそう、すごい自分がつまんないんですよ。超つまんないからコンプレックスで。でもノープランの方がそう考えてやるとつまんないじゃないですか、大体の人は。だからノープランでやろうと思って、そうっていう感じですね。そうですね、はい、あ、じゃあ曲をやります。そう、ライブの時にいつも途中で水着になるんでとりあえず抜きますね。そうそう、なんかすごいあんまり変わったことでもないかなと思ったら意外と受けが良かったんで、みんなそうやってね、あの、私に関して意見っていうかなんか教えてくれる人は優しいですよね。聞こえるんですかね、この声の速度じゃない音量でね。聞こえる。チェキと、そう、ライブとかでチェキとかもやってますよって言おうと思ってチェキ持ってきたんですけど、なんかね、みんなやってるじゃんって感じなんで、そう、強いて言えばやってる、そう、強いて言えば作った曲をやりますね。天気がいい日はという曲をやります。